こんにちは、小宮です。今日はですね、12位、小宮が選ぶ画像の、すごいランキングに並べた12位、うん。これはね、ボリューム32に流されてる、ベルト、アロンのベルト。アロンの杖。杖。腰に巻きついて、あの、悪空間飛ぶ次元転移、次元転移装置、転移装置だね、うん、まあ、剣と言いますね、うん、あの生命体であり、うん、そういう機能を持っている、そうで、絶対こんなのはありえないと、うん、で、まあ今ちょっと説明しておきたいのはこれね、妙見のこの巨石群、うん、金山遺跡、金山巨石群なんですよね、うん、神社になって岩倉になったんですよ。そうですね、うん、これね、妙見様っていうのは宇宙創造の神、うん、この岩ね、でここにでっかいのがあるんだけど、うん、どっから来たのっていうなくらいな不思議な、うん、すごいでかい岩な、見てるわかるんですけど、はいはい、ひょっとしたら宇宙から来たんだよね。で、この間はねちょっと説明してなかったんですけど、うん、あれですよ、黒いこう岩が欠けた部分みたいなとこがあって、うん、うん、そこ、うん、ここの部分、その部分が白いね、こうこう、なんていうのか、こうガーッとこう白いものがたくさん上から下に、もしくは下から上にこう飛び上がったりこう下がったりした、うん、雨のようにね、これこの日全然雨降ってないですから、うん、荒れてる日で雨粒のようにね、ダーッてなってる。それはね、一体何か、うん、そのこの杖が出てきた、ここに戻っていったような感じだから、そこから出ていって、うん、飛び跳ねてまた戻ってきたと、うん、あそこが何、悪空間の入り口、悪空間、うん、悪空間だったね、入り口だと思われます。だからああいうものが出てきて戻っていったと、まあ、ゲートだね、そうポータルとかこの時も空結構ニール君飛んでたんですけどね、うん、だからね、巨石群って結構いろいろありましたよね、うん、あの広島の方もそうですよね、あれ、そうだね、あそこは弁財天のピアノと、うん、ここは岩倉って言ってた、そう、巨石だよね、うん、ここはこのベルトのような、なんかこうユーマのような、うんうん、そういうものが飛び跳ねて映ってる、あの普通だったら見落とす画像ですよね、うん、これね、やっぱりその宇宙の感覚っていうか、そういうものを受けたら、うん、あ、映ってるって分かるんですよ、うん、あ、ここに映ってるって、うん、普通だったらただのあの風景を撮った動画でしかない、うん、はい、で見つけ出すことは不可能、そうですね、うん、これをちょっとね、今、うん、画像で流して、まあ、ちょっとゆっくり見通してる。そうだね、うん、じゃあ通して。そう、通して。その前にちょっとコメント、うん、で、そのぴょんぴょん跳ねていく、うん、まあ、アロンの杖っていうのがね、うん、今映すんだけど、うん、実は光明さんはホテルで、うん、そう、ぴょんとこう、こう巻きついて、で、ぴょんとこう、どこに行ったんですか、この、なんていうか、扉みたいなのが開いて、あのこう空間が開いて、うん、多分その中っていうのは部屋みたいに見えたけど、うん、宇宙船の中だと思う、飛んでったと、飛んでたんだよね、そう、だから多分ニール君っていうのこのちっちゃい UFO 見えるけど、うん、実は中はもうなんていうの、あの豪華客船、ああいうような作り、こうでこう歩いてる感じですね、その中に、まあ、異星人とか光の旅かな、そうそうそう、何十種類って、まあ、いろんな
シューが入ってたと思いますよ。例えばどんなような頭長いこういう人もいれば、うん、こう四つん這いでこう歩くような人もいれば、だけどねそこのね、うん、ベンチみたい一番下のベンチのとこからね、うん、動けなかったですね俺、うん、だけどどれくらいいたんですかって言ったらね、うん、日にちにして3日くらいいたような気がするんですよ、うん、その時は、うん、ニール君がいたんだよね、うんうん、5次元のね、うん、まあ、それもまた他のね YouTube で紹介してるからね、そう、うん、まあ、ぜひ見てほしいですね、うん、はい、はい、ちょっと流しますね、よろしくお願いします。はい、これもうコマ送りしてる感じですね。ここら辺が出てきますよ、多分。そうそうそう、ピョンって言うんですよね。あ、もう出てる。あ、そうか、出て飛んでったっす今、まあ、またすごいね。そう、これよく見てるね。この間は説明不足だったけど、うん、あの岩の中の黒い部分がなんかすごいすごい状態になってますよ。水のしぶきみたいな感じになるけど、うん、また出てきます、うん、どの辺飛ぶの？ここ、ここ、そこだね、はい、後でスローにして、そうです、うん、見せますね。はい、出てきた、ほら、ほらほら、ここ。ほら、ほら、ほら。斜面に沿って上に登ってるよね。そうそうそう。ぴょんと。ここ、ここ、これ。そうですね。こう、ぴょんぴょんって。で、こっちに来るんですよね。ほら、ここに。ああ、そうだ。うん。今、元に戻して。うん。あ、これが。これです。でかい岩の空間。うん、あ、これ見えますね、なんていうかな、ちょっと 見づらいですね。ちょっと映してくれたらね、うん、あ、映せますね、うん、だからね、これね、うん、穴があって、ほれほれ、これ星見たく、うん、刺してますでしょ、これ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 、うん、これね、うん、ほらほら来てる、うん、そうそうそう、下に流れてね、うん、流れ星見たくなってますね、そう、これ動いてるねこれは何なんだろうね。だからこの岩自体が、うん、この破空間の入り口になって、ほら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 、ほら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 、すごいでしょ。水流れてるんじゃないですかね、これね。